僕は本当、子供の時から角川映画を見て育ってきた世代なんで、この映画に角川監督の映画に参加できたことを、非常に幸せに思っております。そして東京国際映画祭に、参加できるっていうのはこう国際がつくだけに、どんどんこの映画も世界中に広がっていってほしいなと思います。皆さん、大変よろしくお願いします。どうもありがとうございました。続きましてご挨拶をいただきたいと思います。小島ゆり役になります、松雪泰子さんです。本当に今日はたくさん、ご覧いただきありがとうございます。東京国際映画祭に呼ばれる警官として参加できて大変嬉しく思っております。私たちが作り上げた笑う警官、とても片岡春樹監督のもと、サスペンスなんですけれども、とっても上品なスタイリッシュな、大人の作品に仕上がっているかと思います。今日は皆さんじっくりとご鑑賞ください。ありがとうございます。続きまして津久井すぐる役になります、宮迫博之さんです。もう津久井すぐる役の宮迫です。なんで大友さんが似合うんですか。ですね、津久井さん、僕はお笑い芸人なんですけども、こういう映画祭に参加させていただきまして、そしてお笑い芸人なのにこの映画の中では一つも笑っていません。すごくシリアスな役をいただきまして、非常に熱いキャストと熱いスタッフで作った非常に熱い映画なので、皆さんぜひ楽しんでご覧ください。どうもありがとうございました。続きまして新宮正樹役になります、押成周吾さんです。本日は本当にたくさんの皆さんお集まりいただきありがとうございます。本当に僕はすごく貴重な経験をこの映画にさせていただきまして、先輩方に支えながら、素晴らしいスタッフさん、ヤンキーさんに、たくさんご指導いただきながら、本当に、大切な時間を過ごしました。この映画は本当に濃厚で、とてもかっこよくて、本当にこの映画の世界観に浸って楽しんでいっていただければなと思います。本当に国際映画祭に参加できたことをすごく光栄に思いますし、今実際ドキドキしています。今日は皆さんありがとうございました。どうもありがとうございました。続きまして町田光義役になります、野村雄人さんです。どうもです。なんかいよいよこの映画が動き出したなと思って、すごく緊張と、なんか心の中に重低音が鳴ってる感じで、何を言ってるか分かりませんが、とにかくなんか動き出して、この映画祭がスタートっていうのはすごく、嬉しく思います。すごく、役者陣の、演技がですね、僕も出てはいるんですけども、すごく素晴らしく、現場で見ててもすごく素敵な役者さんたちがいっぱい出てるなっていう映画で、それを仕切ってる角川さんがいるという、すごく恵まれた環境の中、作られた映画なので、本当皆さん楽しんでください。どうもありがとうございました。続きまして岩井隆史役になります、伊藤明健さんです。角川監督のおかげで本当に緊張感がある作品になっていると思いますし、10分間とか長話もありますので、ぜひお楽しみください。ありがとうございます。どうもありがとうございます。続きまして、ブラックバードマスター役を演じられました、大友康平さんです。マスター役のミッキーロックです。たくさんのお客さんに集まっていただきましてですね、会場に入るな人がもう数千人いるということですから、先ほど伊藤さんがおっしゃった、第58ページ、10分間に及ぶ長回しのシーンがありまして、こちらの本当に刑事軍団が非常にシリアスな、緊張感のあるお芝居をして、僕が一番最後に、それで定食は何人分でしょうかっていう、それが一番最後の僕のセリフなんですよ。めちゃめちゃ緊張しました。武道館のライブよりも緊張しました。本当に映画は見るのも大好きで、本当に一映画ファンとして映画館に足を運んでみたいな、そういう作品になったと思います。どうもありがとうございます。
今日お客様にたくさん本読んでらっしゃるということでですね、原作者の佐々木嬢さんです。原作を書きました佐々木嬢です。こういうところに立って、いますと、原作者とは場違いだなという気がします。すみません、で原作者としてですね、こんなことを言わねばならないのは本当に悔しいんですけども、あまり派手さのない地味な北海道の生活の話をですね、それがこんなにおしゃれで大人のしかも深い映画になっている、本当に悔しく思います。楽しんでいってください。ありがとうございます。そして制作監督脚本をなされました角川春樹監督です。自分の映画こういう形で、初めて皆さんの前にお披露目できます。映画を作るときに今日集まっている、キャストの人たち、一部には、スタッフの方もいるんですけども、今度の映画は舞台は日本現代だけれども世界に通用する映画にするので、リアルを撮るかスタイリッシュを撮るかとなった場合にはスタイリッシュを撮る。でこの事件、この映画そのベースになっている原作がそうなんですけれども実際に起こった事件を、映画化しております。でこの映画を見た、ある警察の関係者、こんなにスタイリッシュじゃない刑事はスタイリッシュじゃないけれども描かれている世界は事実だとおっしゃいました。事実という重みをいかに洒落て取るかということを考えまして、むしろオーソドックスに1950年代の映画を見ているように作り上げましたのでぜひお楽しみください。今日はありがとうございます。お伺いしようと思うんですが、まず大森直さんにお伺いしたいと思います。先ほどキャストの方々もちらほらとお話出てまいりましたが非常に長回しのシーンがあって緊迫感があったということなんですけれども、はい、今回のこの映画の撮影の中で一番ご苦労されたことっていうのは何だったんでしょうか。そうですね、苦労っていう感じじゃないんですけどやっぱりその長回しっていうのはすごいこう緊張するもので、でもなんかこうその緊張をみんなで乗り越えてすごくこう一つになれたような気もしたので、もはやそれが楽しいことだったような気もするし、苦労っていうのは今ちょっと思いつかないんですけどね、はい、ちなみに撮影中になんかこう面白かったこととかまず笑っちゃったような出来事ってございますか。また僕でいいですか。はい、ありがとうございます。いやですね、撮影現場の近くにファミレスがありましてですね、監督がいつもそこで、角川春樹さんがファミレスで昼飯を食べてるっていうそのシーンを見たときはなんかこうすごく微笑ましいなという気持ちになりましたね。はい、はい、どうもありがとうございます。さんにお伺いしたいと思います。今回非常に男性が多い撮影現場だったと思いますけれども、はい、現場はいかがでしたでしょうか。はい、そうですね、そうなんですけれどもすごく同世代の俳優さんたちが多かったんですし、あれとそういう意味では周り私も男性女性気にしないところがありまして普段から割と男っぽいと言われてますので割と馴染んでたつもりだったんですけれども、はい、リラックスしてました。大森直さんと共演されていかがですか。大森さんセクシーです、とっても色っぽい。ちょっとマイクがね、宮迫さんの方に行ったので宮迫さんは何かこう、はい、撮影現場で思い出に残ってるエピソードございますか。そうですね、僕ずっと逃げてる役だったので役作りとして2週間嫁に無視されてる時のことを思い出しながらしっかりといい感じの演技ができたと思います。はい、楽しい現場で、はい、ありがとうございます。じゃあそのままですねちょっとお伺いしようと思います。おしなりさんいかがでしたか。撮影現場で何かすごく思い出に残っていることございますか。全体的にいかがでしたか現場は。そうですね、僕は本当日々緊張しながらその緊張がすごく僕にとってはいい緊張感だったんですけども本当に、怒られることもありつつそれでもそれがとても勉強になって、はい、とても楽しかったです。ありがとうございます。野村友人さんは今回現場角川春樹さんとご一緒されていてどう